ああ、もうなんかリハやったら頭ボサボサやわ、私。はい、どうも、こんばんはでございます。いや、ほんまにだいぶ疲れましたよ。はい、もうみんな夕飯食べました？私まだなの。いや、お腹すいたな。こんにちは。待機してた？やだ、もう嬉しいわ。まだ食べてない。なんか私今日髪の毛ものすごく黒見えんね。なんかどう？あれですかね、明るい色着てるしかん。ありがとうございます。そうなんですよ、今日はちょっとこんな感じ。ご飯食べてます。いいね。もう私最近あれよ、もうツアー前なんで、あんまり体が重くなるときついっていうことでございまして、ちょっと炭水化物はお昼までにして、夕飯はあんまり取らないようにしている感じでございます。あ、6つ届いた、ありがとうございます。元気元気。もうね、あ、ネイル、そうや、これも写真撮ってアップしようと思ったんです。ずっとすいません、エーネーション仕様でございます。ちょっとこんな感じでね、ちょっとファイヤー関係ですね。はい、結構もうどんな服着ても、白黒着ても似合うし、いい感じ。はい、昨日 FNS 見た、ありがとうございます。もうねえ、私もうちょっと感動したわ。自分でやっぱ愛と歌わせてもらったりするやつとかもそうですし、感動しましたね、だいぶ。やっぱりあのね、昔から、ほんまに昔から、私が初めて出たイベントはその、まあ、ベルファーレとか、ちょっと私すっごい頭ボサボサ、ごめんね、リハーサル後で。そうそうそう、愛はだから要はそのクラブでね、やっぱ昔歌ってたんですよ、私も18歳とか19歳の時にね。でそこでその私らがライブやるからって言ってお客さんが来てるわけじゃなくて、クラブに遊びに来てる人が、あ、今日何のイベントなんだろ、あ、倖田來未、あ、愛来るんやみたいな感じで、まあ、歌わせてもらってた時期によくこう同じステージにゲストで招いていただくことが多くて、で歌ったんですけど、なんかグッときた、ジーンとした。なんかこうあんなちっちゃいこうライブハウスというかね、クラブで歌ってた2人が天下の FNS に2人で出て、こう2人でこう名曲といいますか、いい曲を、自分たちの大好きな、まあ皆さんに愛してもらえる曲を歌ってるっていうのがなんかすごいことやなと思って、すごいね、勝手にね、感動しました。もうもっと歌いたかったぐらい。もともと私もストーリーも大好きだし、まさかこんな感じで、まあインスタライブを多分見てくださったのかな、もしかしたらスタッフの方たちがっていうのもあって、でもお互い20周年やし同期やしみたいな感じで、いや嬉しいですね、というわけでございましたね。そうそうそう、いやもうそやろ、感動した。もう私勝手に感動しました、本当にね、本当に幸せもんやなと、なんか、あ、いい音楽を作ってきてよかったなっていう感じでございました。あの FNS さんは本当に、はい、夕飯食べなくて寝れますか。いや食べてるよ、食べてるけど炭水化物取ってないだけだから、野菜多くてお肉とかにしたりとか、焼肉行っても、まあ、お米食べへんみたいな、それぐらいですよ。やっぱりお腹は満たさないと眠れないので。セットアップのサイズ、これは M です、本日 M 着てます。結構ね、
M でもいい感じ、男性はなんか、うわ、M もいいなぁとか言ってましたけど、多分ダボダボに履きたい方はちょっと、女の子やと S やとちょっともしかしたら細身かもしれないですね。そう、もう、なんか最近やっぱりさ、あ、そうです、意外にゆったりです。もう今回ね、結構いろんなロゴ、K マークが入ってたり、まあローマ数字で XX が20って意味なんで、まあ、20周年もあり、その X をうまく使ったデザインになっております。まあでも好みじゃない？ S でも大きいと思いますよ。うん、着やすいです、着やすいです。やし、それこそ女の子とかもこのトップスにレギンスでもいいかもしれないし、セットアップできなくてもレギンスでもいいかもしれないしみたいな感じで作ってたりするんで、ぜひですねチェックチェックしていただきたいなと思います。あ、そうですね、土曜日には A ネーション、あさって、え、明日やん、明日、いや明日ライブなの私、やだびっくりね。明日 A ネーション出ますから、ぜひですね見ていただけたらなと思います。というわけでございまして、本日なんでこれスタライやってるかというとですね、本日ですねラッキースターが、配信となりました。ありがとうございます。というわけでございまして、ちょっとせっかくリハスタにいるんでね、ちょっと振付師の方ちょっとお呼びしてますんで、ちょっと入っていただけたらなと思います。はい、UG です、イエイ。はい、どうもこんにちは、ゆじです。というわけで、はじめまして、はじめましての人いるかね。もうゆじはかれこれバックダンサーって言うと、もうテイクバック時代からやもんな、そのだから愛さんとかの時から多分一緒にいるよね、やらせていただき、いや、そう思ったらすごくない、ね、愛として見たよ、感動しましたよ、感動した、感動した、本当に、いや、ほんまにあのね、だからそれこそさ、うん、ビールケースさ置いてベニヤ板の横浜ね、いやほんまにあってんから、そういうことがあったよね、ベニヤ板みたいなとこで歌ったりとか、もうだからどこに立とうみたいな、2畳ぐらいしかないからね、そうやったよな、2畳でなんでバックダンスしたものっていう、ね、そうやろ、なんで来たんやろってちょっと思ったぐらいのあったよね、もうこうちょどいてどいてみたいな感じでやってた人です、それこそね。だからその時代から、まあ、バックダンサーを、何のツアーまでいました、先生は。ウォークオンマイライフです。ウォークオンマイライフ、はい、まで友人はいまして、はい、で今はねコレオとか舞台の方いろいろやってくれてて、まあ、今回もねいろいろダンサーをもうはっちゃかめっちゃかなんで、うちのダンサーは本当に本当に見てるよね今、そうその子たちを取りまとめるという大抜擢でございます。まあいろいろ本当演出とかもね一緒に今回やってもらってるんですけど、まあでも今回は結構制限もあってっていうか、ね、リハーサルが10日間しか、まあいろんなね、やっぱ今こういう時代なんで撮れなかったりしてるんでっていうのもあるし、ツアー来るの人数も最低限の人数で行くっていうことで、今回踊ってるよね、踊りまくってるね、踊ってるよね、踊りまくってる、元々のセットリストのプラスに、踊るところ増やしたよね、増やしたのもうやっぱりもうなんかここでしか見れない、ライブでしか見れないものを増やしましたよね、やっぱね見ててなんかちょっとなんかいや結構十分すごいんですよ、元々十分すごかったのが増やしましたね、増やしましたね、はい、だから見せ場が増えました、見せ場が、そう見せ場をもっとね作りたかったっていうのがあって、でユージさんちょっとやめて、その普通のマスク、あ、これですか、やっぱりそのうちのマスクいいですか、ちょっといただいたんです、これ今こうじゃないですか、こうじゃない、はいはいはい、からのからのからの小顔、いやこれやっぱ小顔効果あるよね、そう知らない人は知らないと思うんですけど、結構顔の大きさなんですね今そうそう、そう立体さんで裁断してるんだけど、あ、いいねこれも、いいですよね、うん、ただ息しすごい息が荒くなるとペコペコはしますけど、するけどちゃんと抜けるね、そう、いい冷感マスクみたいになってるから、ね、冷たいやつなんで、はあ、国際フォーラムでサインもらったって友人、こっから全然違う、俺は見えません、うん、そうなのよ
ちょっとほんなら、ユージほんならちょっと乾杯しよう、うん、はい。ほんまや、あ、なにこれ、あ、今回、あ、すごい、グラス、すごい、こんな感じで、あ、すごい、乾杯、よろしくお願いします。お茶な、あんま、あんま、炭水化物取ってんでもこんな甘いコーヒー飲んでたら一緒ちゃうかってぐらいのあれですけど、あ、美味しい、あ、すごい、はい、こんなグッズなんかあるんだね。あ、そうなんですよ、今回あの、え、これセットでついてくるんでしたっけ。あ、ファンクラブ限定の、おしゃれ、いや、すごい可愛い、可愛い、そう、高級、高級感がすごい、うん、全然鉛筆立てとかにしてできないよね。え、こんなおしゃれな鉛筆立てにして、全然麦茶がおしゃれに見えるよね、これ、うん、ほら、そうやろ、うん、ほら、そうなのよ、そうなのよ、ほら、ほら、高級、なんか高級感、うん、結構裏面も実は甲田組って入ってるんですよ、文字が。ちょっと今はひっくり返してる、これ全部出ますからあれですけど、ひっくり返しそうやね、うん。ということで、まあ、今回ちょっとラッキースターの振り付け、はい、もうユージが、まあ、発案してくれまして、やっぱりこうライブ会場にね来れない方たちも今回たくさんいるんじゃないかということで、ぜひねライブに参加してもらいたい、まあ、そんな思いから、まあ、ファンクラブの方でですね、皆さんの振りをね、うん、拝見させていただきました。可愛かった、すごいチェック入れてたよこの子アレンジかましてんなとか言いながら見てましたからねこの子却下、そう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 、それだから一応全員、ほぼ全員、ほぼっていうか多分全部全員多分じゃない、絶対全員、はい、使用させて今回いただくんですけど、いや、なかなかあれがビデオがさ、ファンクラブなわけやん、ファンクラブ入ってるってことは私のことが超好きな人なわけやん、それやのに全然送られてこんへんくて、映像がで、え、私って人気あんのって衣装のぐらいの数しか来へんかってんで、やばって言ってたら最終日にドドドドドって音、届きまして、なんでみんなこういうの作ってくれたりとか、く、ね、ーちゃんとか、ね、やっぱちょっと作る時間があったんですかね、ね、か、あ、多分友達同士で集まって踊ってくれたりとか、うん、っていうのもあってっかなみたいなのもありましてですね、やっと来たんですけど、ちょっとじゃあ振り付けちょっと改めて教えてもらっていいですか。はい、愛を愛を愛を君に自分の指で描こう、虹を描く、その愛を愛を愛を君にね、大丈夫37、これ俺の48うわあのね、初め振りが上がってきたときに、あれ、アラフォーでも大丈夫と、それ聞いたんです、私一応。だけど、すごい可愛く、簡単にみんなも会場でできるかなみたいな感じで、できるようになったんで、はい、ぜひですね、ここの、愛よ、愛よ、愛よ、君に、ぜひやっていただけたら、はい、その、ギミアラブがめっちゃ難しいけど、ギミアスマイル。そんなことない。コーダ組、うん、そう、コーダ組の人たちが踊れること前提で作ってるから大丈夫。あら、らしいです。その辺の人とは違うから。なるほど。はい、できる子たちが。できる子たち。じゃあ改めて。はい。ギミア。ラー。これがこうなってる。あ、こうなるのだ。こうなるのだ。やりすぎやろ。ギミア。ラー、スマイル。スマイル。ギミア。L でラー。あ、L でね。愛を愛を君に、イエス。いや、もうぜひ会場で、いや、もう私だからさ、今回さ、多分みんなその、まあ、マスクしなあかんとか ね、まあいろんな多分あるじゃないですか、そんな中でさ、もうキャーとかさ、ね、ちょっといんのに、みんながいんのに、ちょっとせん、でも凍れるよね、絶対もう押し殺すんだよね、あーってなるよね、私、そう、だから、そうそう、だから私これペンライト今年な、今年は要はそのあんまり大声が出せへんや、あっとかぐらいはいいと思うねん、言っちゃう人も許してあげて、で出て曲が終わりました、ボーン終わりました、ほんならほんまギャーっていうのがあるのに、多分っていう状態になるやん、だからもう私はもうこうなる予定、もう曲感はもうファンのみんなにで、やってもらう気満々でいるから、だから、あ、ちょっといいですか、うん、じゃあ例えば何ですか、ちょっと何の曲歌うか言えないですけどそうだね、例えば分かんないけど、ジュグ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 ボーン、あ、
って感じになるから。いや、やしら今回なその一席空けになるわけやんか。だからもうこういう状態でいけるわけよ今回のツアーは、ある意味。だからもうペンライト家にあるやつ全部持ってきて、ほんまにもうこれ無言でやんのきついような。いやでもほんまにそのぐらい来ると思ってしまってるから、初日の大阪でなんかみたいな感じだったら結構組ちゃんどうしようってやっぱなっちゃうと思うんです。なんでいらっしゃる方はもう過去のペンライトも隣の両サイドに飾り、もう2、3本こう挟んでね、なんならなんでさ風がすごい、もう曲家はもうこれ言ってくれな。私はもうその気持ちで今、例えばなんか曲が終わりました、はい、ドゥンドゥンってこう次の曲が入るように、もう全部私は想定しながらやっぱ曲間つないでますから、もう無言であってもこれがもうすごい来ると、声援代わりな気持ちになる、ね、そう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 。いや初め思ったよ、私もう鈴でも配ろうかなと思った思ったんですリン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 すいません、リン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 とか言うとさおかしいから、そう逆にこう黙っててほしい時にリンリンとか、それも嫌やし、バラードで、そうバラードでリンリンリンとかなってもちょっとやっぱさハッってやる時もリンってなるわけやん。だからまあ今回はもうこっちでまあ機会してもらおうかなってやっぱ思ってますんで、皆さん本当にあのそれ見て笑ってしまったでももうそのくらいのライブはね、一緒に作り上げていく、そう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 、そうだからライブっていうのはやっぱ一緒に作り上げていくものだと思ってますんで、うん、ファンの皆さんもまああかんあかんって、まあ思いすぎず、せっかくいらっしゃる方はもうもうもういいです、口でリリリリリリリこれでもいいです、はい、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。まあもちろんラッキースターもまあ今日配信になりまして、みんなの心に虹がかかるといいなとか言ってなんか投稿した日があったと思うんですけど、まあそういう、まあ歌詞的にもやっぱりこう今ね、やっぱりどんよりしたというか、気持ちの方もたくさんいらっしゃると思うので、少しでもこの楽曲で心が、笑顔になるような、なんかそんな曲になればいいなと思ってラッキースターは作らせていただきました。なので振り付けもみんなこう、踊れるようになってますので、ぜひですね、一緒に踊っていただけたら嬉しいなと思います。まあ、ちょっと今ね、これ、いけないとか言って、言ってくれてる方もいますけど、はい、9月の12日土曜日ですね、午後、6時59分からですね、なんと、テレ朝、チャンネル1、要はテレビ朝日の、CS ですね、CS でですね、独占配信生放送を、お送りすることが決まりました。イエイ。というわけでございまして、テレ朝です、テレ朝チャンネル、そうそう、そういうことね、イエーイっていうのリン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 後ろではい、9月の12日です。初日のですね、夜の部ですね、2部がテレビ朝日 CS テレ朝チャンネル1で、放送になります。あのね、やっぱりね、やっぱどうしても来れない方もたくさんいらっしゃると思うんです、仕事の関係とか。なのでほぼ全箇所というか、このテレ朝の、2部はですね、独占で、テレ朝さんに放送していただきます。生放送なので、まあ、生放送でもきっと歌詞はね、皆さんご存知の通り、8割方間違うと思うんですけど、まあ、要は独占配信になってます。で、まあ、大阪の初日の1公演目、一番ド頭で、まあ、福岡、名古屋と、ありますけれども、一応今のところ、配信させていただこうかなと。いう動きを、させていただこうと思ってますので、ちょっと今もいろいろごにょごにょ大人関係が動いてますんで、ぜひ全公演、テレ朝さん含め、配信させていただこうと思っておりますので、どうすんの全部配信するとか言って急に怒られたんやけど全部顔作らなあかんやん。もちろんそれは常にさせていただき、そうな、お願いします。大変やねん、ほんまにふってこう気抜きたいとこいっぱいあるわけ、心理的にちょっとやっぱしんどいから、めっちゃもう3、7よ、それやのにさ、結構お兄さんさ
前出させるやん。いやもうだいぶ前出させあんの。前出させるもんだよ。そうだからね、もうとにかくもう各にも後ろ向いてもいる、横向いてもいるみたいな状態、いつでもカメラここ寄れますみたいな位置にいるんですよね、私立ち位置的に。なのでもう言っとく、もう室井さんにはあんまより寄り伝わっといてって、もう年やし。いやでも室井さんここまで寄るからすごい寄るの。もういやもう年やし、もうちょい引いていいんじゃないって言うんだけど、やっぱ久美子はここはとか言って、室井さん、室井さん寄るからがっつり寄ると思うから、もうぜひですね、久美子の寄り絵にも期待していただいて、お待ちしていただけたらなと思います。9月12日の第2部6時59分はテレ朝、チャンネル1、CS でお送りし、他の公演は配信を予定しておりますので、ぜひですね配信の、あつ決まったら、皆さんにご報告しますので、ぜひですね、楽しみに待っていていただけたらなと思います。まあちょっとね、まあいろいろ楽しみが、うん、ね、うん、ワクワクするね。なんかでも今回のツアーはほんまなんか試されてる感じがする。あ、いろいろね、うん、そうね、やっぱ歌とダンスと、まあマイネームズってタイトルのぐらいで、まあほんまにいろいろ予定してたこともね、やっぱいろんな事情でできなくなったりとかもしてしまったんですけど、その分、あれれれれれれ、そう、その分やっぱりできること、やっぱ久美子、そして、まあ、全スタッフでやっぱり感動してもらえる、ね、勇気をもらえる、楽しい、あ、楽しくてよかった、今日一日楽しかったな、まあ、そんなようなライブになればいいなと思って、もちろん、全公演 MC もございます。で、あ、言ったっけ、あれ今回もう、まあ、いろいろ環境入れな、ダメだったりとか、いろんな、まあ、ルールが今回ありまして、アンコールはなしでもうブワーッと2時間行きます。なのでね、だって声出しは何やってるの、うん、アンコールとかのリン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 くる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 みたいなことになるから、それができないんで、だったらもうその時間、そのリンリンリンの時間をまあ喋ったりとかした方がいいのかなっていうことなので、今回はアンコールはなしでそのままずるっと2時間行かせていただこうと思っています。なので、うん、私もすごい顔がこうすごい疲れてってなってる可能性もあるんですが、まあもちろん MC もアンコール待ちありの MC 抜きか、アンコールなしで MC ありかやったらMC やった方がいいですよね。どうですか。ですよね。ですよね。リンリンリン。そうなの。だからそのまあいろいろ制限はあるんですけど、まあ各会場面白いお話ができればいいなと、思って、今いろいろちょっと霊体験しないかなとかね、ネタ探し、ネタ探しすごいしてるから何喋ろうみたいな。でね、普通の配信の方やったら私のやつやからさ、ちょっとこうやばいこと喋ってもさ大丈夫やと思うんだけど、やばいことって言っておかしいけど、お金払ってもらってね。でもね、テレ朝さんの方ではちゃんとしたこと喋らなあかんよなと思いながら、今絶賛ネタ探し、あと2週間ですけれども、探しておりまして、あとファンクラブで、質問コーナーみたいなももちろん、お取り寄せしておりますので、ぜひ皆さん聞きたいことがございましたら、ぜひですね、ファンクラブの方にメッセージいただけたら、お答えしていこうと思っております。なので、何で配信されるかはですね、大人の諸事情でまだ言えません。なのでちょっと待って、言うとあかんねんて、まだちょっと待って、多分これの話だと思うわ。いや、それは嘘やけど、それは今ちょっとね、なんかだから配線の関係の話が本当に段取りとしてできるのかっていう今裏取りをしますんで、何で放送になるかは少々お待ちいただけたらなと思います。もうほんまに今回楽しんでいただける、ものになればいいなと思っておりますので、まあ UG も、はい、今回はじゃあ今回俺ね、まあ身内でいるじゃない、うん、実はこっそり涙を仕掛けてしまってる部分もあるところあるよね。言わないけどね。いや、私あのシーンやと思うわ。うん、っていうのもあるので、皆さんも絶対ちょっとね、そうね、
さん。いや、ほんで今回、2曲かな、バラードコーナーは、全公演違う曲を歌おうと思ってますんで、やっぱね、20年をやっぱ2時間で収めるって超難しくて、うん、あれも歌いたい、これも歌いたいがマシマシで、なのでちょっと全公演変えようかなと思ってますんで、ぜひまあ自分の好みのチャンネルを選んでもらって、日にちを選んでもらって見ていただけたら嬉しいなと思います。いやだからさ、何の時間これ。そうだからね、ぜひね、誰でも見れるの。あ、もちろんです、もちろんです。あ、ちょっとごめんなさい、チャリーマしてもらわなあかんけど、ごめんなさいね。はい、というわけでぜひですね、見ていただけたら嬉しいなと思います。今回ね、まあ、グッズがもうすでに手元に届いてる方がものすごい多くて、ただ一個ほんまにちょっと私的には言っときたいなってところがあるわけ。何を？僕はエコバッグ出したんですね、うん、でエコバッグこのピルケースに入れた形で、うん、いいね、いいっしょ、うんうん、いいんですよ、うん、まあ、これだからフリスク入れてみたいな、うん、なんなら、うん、このエコバッグ出したら、エコバッグって意外と中でぐちゃぐちゃになっちゃうから、ここにあるよって分かりやすい。ああ確かに、うん、でもな、うん、ペロッペロやねん。エコバッグがエコすぎたんだ。エコすぎて、でここに入れなあかんから、それ私は本番は布のやつが良かったん、うんうんうん、でも入らへんとかあって、でもなんかこうこれもさ、やっぱ置いといてほしいやん、うん、かわいいやん、うん、なんか別になんか好きなもん入れたり、うん、ほんまにお薬入れたりとかなんかね、うん、だからこれにちょっとお金をかけすぎた。そういうことなんや。エコバッグよりもこっちにちょっとお金を使いすぎたっていうのと、入らないからこのナイロンちゃうとあかんって言われた。なんで申し訳ないですけど、これもセットでペラペラやけど楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますね、うん、これに買っても入れてもいいんじゃない？ん？これにも入れてもいいんじゃない？買ったの？よし、あんだけペラペラやから簡単に入るから。ちょっとさ、あ、ギリギリで作ったなみたいなやつだったら入りづらいやん。でもペラペラがもうぐんぐん、もうぐんぐんやったら入りますから、ぜひですね、これもね、私、まあ、いろいろアクセサリーとかさ入れたりとかさ、うん、それこそフリスク入れたりとかさ、うん、もう5袋ぐらいコーテさ、うん、山ほどもうらみたいなコートでぜひ使っていただけたら嬉しいなと思います。はい、まあ物販もちょっと今再販に向けてやってたり、もうあと私的にはこれ結構おすすめやねんけど、うん、知ってるこれ、これ何？携帯だった。あ、そうそう、だから携帯をこうやって、ね、今これこういう風にやってね、こうやって置けるで、ここ充電もできるから、あ、へー、充電しか後ろ、本当だ、で携帯なかったら久美子こんにちはやしみたいな、ベッドサイズとかいいよね。そう、ね、私は結構ね、携帯で映像見ながら寝るんで、ね、結構やっぱこれはで、デカめにしたんわざと、うんうんうん、もう iPad でもスイッチでも何でも対応できるように、うんうん、なんで結構いい感じの仕上がって、ね、これは結構おすすめ商品ですね。これからしっかりしてる、これはペラペラじゃないね、これはすごいしっかりしてる、すごくしっかりしてる、簡単に割れない、はい、すごいしっかりしてる、仕様になってますので、ね、ぜひですね、裏もこんな感じになってますからね、シックなインテリアでもありそう。そう、ね、白黒好きとしてはかっこいい。でこれのクリアはどうですかって話もあったわけ、うん、でもクリアやったらもう久美子がもうすごい後ろの背景に流されるわけ。後ろが真っ白やったら綺麗でんだけど、後ろがその何ていうの、木目とかやともう久美子の顔が木目みたいな。でそれは嫌よってことで白を乗せてやってますんで、まあポスター代わりにね、ぜひ楽しんでいただければいいなと思っております。って感じですね。いやすごいちょっといてくれるやん。でもいやいや、いいんですよ。いや、違うね、初め何分ぐらいいたらいいのとか言って、もうすごいドキドキするから、なんでよ。じゃあ、ありがとうございました。いや、ちょっとなんかないの、ユージ、面白いこと、最近面白いことないの、すごい振り方、振り方するよね。そうなの。さ、あれだね、なんかこう振り付けの、まあ、ちょっとやり取りを直接、うん、まあやってるじゃないですか。はい、普通の履け方とかしないですよね。そうなの、こういう感じしてほしいんだよ、パンってやりますよね。そのために俺真剣にやってるけど笑うよね。うせやん。めちゃめちゃ真剣に、めちゃめちゃ真剣、俺はそれを一
あの、いちご一個、ま、あの、ちゃんと受け取り手が動画撮ってたりするじゃん。それを後で見ても、はいはいはい、なんか笑っちゃうよね。すごい大事な話してるけど、笑うよね。あのね、やっぱりね、いなくなるまでが、やっぱり演者というかね。それが伝わるよね。わかるけど、なんとかって吐けんの絶対嫌なの。なんとかこういかなあかんわけよ。やり取りをあの実はやってますっていう、あの裏話でした。そう、そういうやっぱね、吐けるまでが、お客さんが見えなくなるまでが、高田組よと、うん、そうね、やっぱ言ってあります。それはちゃんと引き、あのね、ちゃんと、はいはい、あの引き継いでるんで、はい、それはちゃんとあの受け継いで男性も伝えてるんで。そうですね、そうね、だから15年間やっぱりね、いろいろ刷り込まれてきてますから、DNA が。だから今の子たちは、だからまあ、風子なんかも古いけど、ね、ね、意外に、あの頃こうやったとか、この頃こうやったって、意外に友人しか知らんことも結構あって、だから、今回。それこそね、その2畳ぐらいでやってる頃ね。2畳ぐらいでやってる時から、やっぱ履けるまでが遠足やで、ってやってましたから、そうそうそう、はい、そうなんですよ。だからそういうところも今回は、結構トライをしてる、あのダンサーズも、だから倖田來未というアーティストをさらに引き立てる、その辺のダンサーじゃねえぞ感をちゃんとこう出せるようにちょっと今頑張ってトライ中。なるほど。ですいや、でも今回かなりいいですよね。いい、もう、グッとくるもん。本当前でたまにいろいろチェックしてる時とか結構グッとくるね。あ、ほんまですか。で、あのダンサーの皆さん、ダンサーにも今日はずっと来てよかったよ。なるほど、うん、来ましたと。やっぱね、素晴らしい。心が大事なのよね。本当に思います。ライブってね、本当に思う。だからね、その振りを淡々と上手に踊るんじゃなくて、やっぱこの本当に思う。エモーショナルというかね、このカウントじゃないっていう。そう、カウントじゃない。カウントっていうのは1、2、3、4って動くんじゃなくて1、2、どこまでがやっぱり、ね、やっぱそれが伝わるものだな。そうそう、やっぱそこにちゃんと皆さんすごい伝わってきてる、うん、そうですね、うん、いやだから去年とかその前の年とかも、うん、まあユージは毎年、まあ、ライブ見に来てくれたりとかしてて、やっぱりそのね、パッションの部分をもっとそうやろっていう話をよくしてて、やっぱね、パッションかっこいいだけではダメなんですよね。やっぱ思いがあの客席にいるみんなに伝わらなきゃいけないっていうね、遠くにいる人も伝えたい。そう、遠くのお客さんこそ楽しいっていうね、うん、やっぱそういう感じにしたいんで、まあ今回もいい感じになっております。そうですね、いい感じになってます、ぜひですね、はい、このもうみんなのラッキー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 スター、あ、違う、降臨降臨降臨ラッキースター、あいあいあい、違う、全部違います、ありがとうございました。愛よ愛よ愛よ君に、まあ、全然もう歌詞間違いまくり、まあみたいなそんな感じで、まあユージさんも、参戦してくれてますし、久しぶりに風子も入ったり、南も1年越しに、参加してくれたりとですね、しておりますので、ぜひですね、あの楽しんでいただける、あの海外からもアクセスできるんですか、配信周りは。わからん、あ、そりゃもうまたあかんねんて、もうあかんばっかりやん、ほんまにここのスタッフ。ちょっとごめんな、もう要は間違った情報を出して、後で組員に怒られるのが怖いだけなんですよ。なんで、変な情報は私すぐ出しちゃうから、あの、多分こうやと思うみたいなね。組さんは、あの、許されるけど、スタッフは許されないんで、絶対に、とりあえず言わないっていう、まあ今方針みたいです。なので、ぜひですね、何回も言いますが、9月の12日大阪公演の2公演目は、テレ朝1、テレ朝チャンネル1、CS 放送にて、独占生放送になっております。大阪公演の1、福岡公演、名古屋公演はですね、おいおい、配信の今準備をしておりますので、少々お待ちいただけたらなと思います。というわけでございまして、まだまだ喋りたい思いでいっぱいなんですが、とにかく私は今回会場に来ていただいた皆さんには声が出せなくて、うーってなった方はもうちょっと貸してペロリと消しちゃった。うん、ね、皆さんね、なんとかこれを期待しますから、ぜひですね、思いを、ペンライトで伝えていただけたら嬉しいなと思います。
というわけでございまして、まあ、今回まあまあね、なんていうんですか、パソコンの前でもし配信になった際には見ていただける方にもぜひ、テレビの中を暗くして、やっぱりね、テレビの家の中を暗くして、私そのライブの配信とか見るときは必ず部屋を暗くしてテレビだけのライトプラスペンライトで楽しむんですけど、やっぱこっちの方が面白いわけよ。で、これやっぱ部屋の明かりが明るくてテレビもついてるとなんかちょっとなんか映画館感がないっていうかね。だからもし配信を見る方は家の電気を消して、いや怒られるのかな、暗くして見ろとか言ったら、あるやん、よくちっちゃい子のテレビとかでさ、部屋を明るくしようねみたいな。いや、ま、とか、もう私の場合は、この照明を、盛り上がる曲の時は、パーパーパーブディーバーとか、今日あれがカチ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 
まあ、あれだと思うんですけど、ペンライトを振りながら踊った、ライブ見た方がだいぶ臨場感増しました。私、実際やってみて。なんでぜひ、これをですね、私はもう MC の時話しかけますからね。はい、まあ、見てる人とか言うて、言いますから。その時に、ね、あーいとかって言ってくれたら、もしかしたら私に聞こえるかもしれないからね。もしかしたら。ぜひですね、画面の前の皆さんにも、楽しんでいただけるような、ライブにしますので、ぜひとも、マイネームイズ楽しみに待っていただけたらなと思いますというわけでございまして、どうします？私ちょっとお腹空いたけど、と、すよ、明日は私 A ネーションということでございまして、もう早く食べないとお腹が出てしまいますから、今からご飯を食べたいと思います。というわけでございまして、A ネーション、これ、中国と韓国にも配信というか、からも見れるという、今回はシステムでやるらしいので、たくさんの方に楽しんでいただける、A ネーションになるのではないのかなと思っております。そこでもですね、コメントみたいなのが流れるらしい。書き込めるらしい。コメントを。だから一応それ出してもらうようにお伝えしているので、それを見ながらちょっと、A ネーション中も、ちょっとお話できたらいいなみたいな風に。わあ韓国語ああカムサンハイだーそう予定しますんで、ぜひですね、明日 A ネーションで皆さんお会いできればいいなと思います。私6時55分ですか違った違うか ?7 時ちょっと私もちょっと時間把握してないんですけれども、ん7時55分、倖田來未、ブルーステージ。合ってる？すごい。合ってた。ブルーステージで7時55分から、お送りしますので、他のアーティストさん、グリーンでもイエローでもいろんなところで皆さん各アーティスト出ていらっしゃいますが、私はブルーでですね、7時55分から、出させていただきますので、ぜひですね、A ネーション、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。というわけでございまして、カムチョウゼじゃん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 ミスターパーカージュニアというわけでありがとうございました。倖田來未でした。